的電気。はい、全国の SK 的電気はね、皆さんこんにちは。ということで今日はこちら。フィギュアの話、パッパラーンよー、はい、ということで今日はこちらでございます。魂ウェブ商店からの SH フィギュアーツの何かわかりません。はい、ということで、まあ、開けてみますよ。どうでしたか皆さん、もう夏休み終わっちゃいましたね。はい、ということでフィギュア、ダウンタウン浜田雅俊と松本人志、パッパラー、めっちゃ動いて、めっちゃ遊べる。これ二つでこうね、ダウンタウン。はい、ということでダウンタウンでございます。ダウンタウン、あのダウンタウンがフィギュアになりました、ついに。まあもう金髪ですからね、最近の松本人志。まあなんか個人的にはまあ古い松本人志が浜田雅俊なんかシリーズで出てほしいんですけどね。あの昔のまだ髪の毛がある頃とか、坊主になりたてとか、そういう感じでこう何種類かあると僕は嬉しいんでございますが、浜ちゃんが言うのかな、浜ちゃん、じゃじゃん、わあめっちゃすごい、指パーツがグーチョキパーみたいな、んかいろいろある。顔パーツが3つ、手パーツが2、4、6、8、ね、5セット右手左手で5セットになっております。はい、まあということで、松本人志もちゃんも同じでございます。おーすげえな、これがリアルかリアルかじゃないかって言われたら、まあ2人とも顔こんな顔です。浜ちゃん、まあ、似てるか似てないかちょっと微妙な感じで、稼働はね結構しますよ。まあもちろん手首、体も2段階じゃないですかね。ここの胴体と腹部で、あのビニールがあるということで、足も、膝と肘やってね、足首、動きます。まああと股もね動きます。同じように、松本さん、松本さんでございますよ。まあ同じような感じですよね。ダウンタウンですよこれね。もう明らかにダウンタウンです。どっからどう見てもダウンタウンですよ。すごいなダウンタウン。まあこれはでもダウンタウンいいんじゃないですか。いろんな顔、あでもね、顔パーツね、この顔パーツはね、あの裏こんなになってるんで、まあ要は顔面の前だけ、ここの辺だけポコンって取れるタイプなんです。この顔めっちゃ似てますよ。ほらこんな顔用意してますよね、松本さんこんな顔ね。浜田さんもね変えましょうよ、笑ってる顔も。はい、浜田さんも、顔変えました。裏こんな感じです。靴履いて、あのなんかこう2人ともまあスーツ姿になんとなくこう靴を履いて、だから胴体はね多分一緒じゃないですかね。身長も本当はちょっと松本さんしかでかいんですよ。そう作られてるのかな。でも多分身長同じになってると思います。同じ大きさなので、多分顔パーツ以外は、全て同じパーツになってるんじゃないかなと、だから多分こうこんなちょっと半分松本さんで半分浜田さんみたいな、浜本さんみたいなね、松田さんみたいな、なんかよくわからない感じになって、こう後ろから見たらダウンタウンみたいな基本的にはあのちょっとまあ頭の形は変えてると思うんで、ちょっとはまんにくいですけど、基本的にはあとは同じ形だと思いますよ。服とかも全く一緒なんでね。あ、若干色が違う、紺とグレーみたいな、そんなスーツの色になってますけども、なかなか良さそうじゃないですかね。ほら松みたいな、ほらなんかこう、はい、というだけのことでございました。ちょっとこれ欲しかったんですよ。魂ウェブ、バンダイさんのね、SH フィギュアーツ、このシリーズの、浜田さんと松本さんとダウンタウンでございました。一個ずつでございます。一個ずつなんでね、まあ似てるっちゃ似てますよね。この顔でいくとね、似てるっちゃ似てますよ。これまあまあ、まあちょっとフィギュア、最近もうなんかワンピースフィギュアじゃなくなってきたんでね、ダウンタウンフィギュアに走りました。ということで、今日はこのダウンタウン、SH フィギュアーズのダウンタウン浜田さんと松本さんを、購入したよという話でございます。監督。俺野球やります、よしやめろ、ちょっと待てみたいなね懐かしい漫才も、懐かしの漫才も
みたいでございます。はい、ということで、今日はフィギュアのお話でございました。こういう勝ったよと。はい、ということで、またチャンネル登録、コメント、高評価、またよろしくお願いします。まあ動画もボレボレとね、まあ出していきたいなと思ってるんですけども、最近まあそんな商品紹介じゃなくてね、普通にラジオやりたいんですよ。ラジオ喋る間ないですけどね、ラジオはまあ、2学期からラジオねやりたいなと思ってますので、皆さんプレプレと、お時間がある時に聞いてもらうようなラジオやりたいと思ってますので、またその辺もよろしくお願いいたします。さあ、片付けです。はい、ゆうすけ的天地はチャンネル登録、コメント、高評価とどんどん募集していますので、ね、下の方にね、この下の欄にコメント、リクエスト、質問と何でも気軽にお書きください。というか Twitter、メブロ、Facebook、ツイキャス全て含めてゆうすけ的天地、よろしくお願いします。下の説明欄にリンクいろいろ貼ってますので、スマホの方はこちらからよろしくお願いします。